こちらのスターターキットを購入したので紹介させていただきます。購入の参考になればいいなと思います。皆さん、今回もよろしくお願いします。フリーノを売って読むのかな？このメーカー、いろいろとキットにして売っていました。ロボットだったり、面白そうなものもあったので、次のステップにいいかもですね。それで、今回のがアルティメットスターターキットというもので、てんこ盛り商品です。一番人気らしいですね。223アイテム、72プロジェクト、Python、C、Java、Scratch のコード、561ページの詳しいチュートリアル。223アイテムといっても、同じ部品で複数個、例えば赤色 LED が10個入っているので、それで10アイテムなので、ちょっと盛り気味な表現な気がしないでもないですが、十分なラインナップですね。似たような商品を他のメーカーも出していますが、圧倒的なレビュー数だったので、このメーカーにしてみました。私が購入した時点では4880円でした。それでは、実物を見ていきましょう。そうそう、細々とした部品をちょこちょこ買い揃えようと思うと面倒ですし、高くついてしまうので、作りたいものがない人はこういったキットを買って触ってみると勉強になるかもですね。一番勉強になるのは、作ってみたいものがあると実現に必要なことを調べてピースをはめていって、ああだこうだするのがやっぱり記憶にも残るし、作った実感として残るので良いのだと思いますが、サンプルのデータは Amazon の商品ページや商品の紙に記載がありますね。さて、何が入ってるのかな、よくわからずに買ったので正直把握してないです。金属被膜抵抗のカラーコードの読み方が入ってますね。覚えてなくても何とかなりますが、読めると工作がはかどります。次はキーパッドですね。チュートリアルの PDF ファイル見るとこんな感じの構造。押したボタンの横と縦方向のスイッチがオンして組み合わせで場所がわかるってことですね。なんで1を押すと4と8ピンがつながるってことですね。お次は LCD、 型が1602、アイスクエアドシーと呼ばれる接続方式で16文字が2行表示できるものですね。お次は赤外線センサ。このセンサの使い方もサンプルコードと一緒に、つなぎ方もそれぞれにあります。ついてる可変抵抗2つで、検知後の出力時間と検知の感度調整ができるようです。資料はちゃんと順番にやっていけば基礎から学べるようになってていいですね。ラズパイの設定から、チャプターで必要なもの、つなぎ方は回路図に合わせて、イラストもあって迷いませんね。部品の解説もあっていいね。英語のみなのがあれですけど、わかんなければ翻訳ソフトにぶち込みましょう。次はステッピングモータドライバー、モーターもキットに付属です。ここまで見た感じ、物の品質はそれぞれちゃんとしていますね。ピン曲がりもないですし、シルクの文字も印刷きれいですし、ハンダ面も十分。各種 LED、 トランジスタ、スイッチやコンデンサ、温湿度センサ、サーボモーター、バッテリーケースに
ラズパイとブレッドボードの中間ケーブル。ピンヘッダーに。ブレッドボードと左から適当に接続変換ピン、ブザー、リレー、セグメント LED、マトリックス LED、シリアル、パラレル変換の IC、モータドライバーの IC、6軸のモーションセンサー、電源モジュールですね。一杯遊べそうですね。アナログ、デジタル変換モジュール。超音波の距離センサー。直流モータに。ジョイスティック。4層のステッピングモーター。ジャンパーピンに。ハーネスとピンもちゃんとしていますね。ひょろすぎず、ピンも細すぎず、ちゃんとしています。9V バッテリーの接続ケーブル。可変抵抗。金属被膜抵抗。安物のリード線はしょぼくて折れやすいのがありますが、ちゃんとしてますね。慣用基板。古くて酸化してる感じもないです。パーツケースもちゃんと収まるサイズ感のもの、ぎゅうぎゅうなのたまにありません？出したら二度と収まらないんじゃないかってぐらいのが。以上ですね。資料もいい感じで、部品もちゃんとしてます。勉強がはかどりそうですね。プログラム自体のコードもおのおのありますし、読み込めば試せます。いろいろ触ってみて感覚をつかんでいきましょう。回路もプログラムも怖くないよ。最後までご視聴ありがとうございました。少しでもいいねと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね。